まあ、率直に試合を終えてからの感想をいただきたいです、はい、率直に言うたら、うん、早見選手正直めちゃめちゃ強かったっていう感じがあって、はいはい、今アドレナリン抜けてるんで、はい、体めちゃめちゃ痛くて、あ、一発一発がもうドンドンドンみたいな、意志でどつかれてるような感じやって、あ、これ3分やったら負けんなと思ったんですけど、はいはい、でもまあ1分っていう、まあ、ルールの中だったんで、うん、まあ、ちゃんとしっかりできたかなって感じやって、ブリキそれに強いですね、うん、あ、キックキックを使ってきます、ハイメ距離感いいですね、いやパンチどうですか、あの距離感に関しては、いや、キックできた、はい、突っ込むのかなって思ったんですけど、自分の距離で戦おうとしてるところが経験者です、だいぶ、あ、それは醤油力ですか、はい、あ、ごめんなさい、はい、醤油力です、はい、あ、ローパンチで返してきます、おお、醤油力、コーナー詰めた、コーナー詰めた、醤油力右のフック、あー、ミドル、醤油っていう、さあ、時間が残りが20秒切ります、相手を見ています、醤油力強い、左当てる、強いぞ、ファンスクでした、ハイメン、いや、リキさん、ここからまた勝負ですよね、時間がない、残り時間が迫っている、目がいいですね、はい、立ち上がります、スタンド勝負、残り時間が少なくなってくる、ハイメン、ちょっと攻めつかれた、ここでゴング、試合終了、まあ、最初ちょっと僕も緊張してて頭真っ白だったんですけど、最初緊張してたんですか、めっちゃ緊張したっすわ、醤油でごまかしてたんですよ、ずっと緊張、身長173センチ、元自衛隊、醤油にけー、院長あれ殺して醤油でごまかしてたんですけど全然もう無理やって、はいはいはい、どうしようかなと思って、なんかエアーで醤油実は被ってたんですけど、気づいてるんかなみたいなやっぱ醤油あるとほぐれる、いやーやっぱね、それで僕ね結構人生変わったんで、はい、やっぱこう守ってくれてお守りみたいな醤油、お前だからちょっとちょっと持ってこうしてたんですよ、うわっと、おー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